ね、ついたの。これとこれ。はい。これは前から。まだに、あともう1年ぐらいかかるんですかね。うん。わあ、立派ですね。姫シャラですか。姫シャラ。ね、ついてますよね。シワシワに確かにまだなってないですもんね。1年太った。赤。うん。これ本来ちょっとブラシでやった方がいいですよね。綺麗ね。ブナですか？ブナ。をするんですかね、うん、どうしようかなってね。まだできねえな。カルテルハンペラ半分ですか。ああ、本当ですね。あ、本当だ。せっかく良くなると思ってたのに。うーん。が理由だったんですかね。うん。追い込みすぎたんだよ。ああ。ダメだな、これ。ああ、そっちの奥もなってますね。うん、ほんまになんないな。ハンペラ行っちゃったもんな。から見るとな、いい木なんだよ。ここも枯れちゃってんですかね。ここは枯れてないんですか。うん、枯れてない。このハンペラだけだよ。毎日やってる感じですか。うん、本当にやってるよ。今ね、楓が静かな部分なんだよ。もみじだとかそういうのは結構作ってるけど、はい、楓少ねえんだよな。確かに矢島さんのとこでも少ないですもんね。清水、はい、上手な人がいるんで、その人も楓の性のいいのないなんつって電話かかってきてさ、送ってやったら喜んでたよ。今度行ったら背取りのいい着もらってきたんだ。あ、背取りですか。その人も背取りやってんだよ。何せもみじが昔、そうだな、20年ぐらい前かな、25年ぐらい前かな、もみじがものすごく流行ってた自分に、はい、その人はもみじ作ってたわけ。それでね、頭にね、頭を作るのにどうしても関節が5ミリ以上になっちゃうんだよ。はい。でその頭の5ミリ以下の木が作りたくて5年我慢したってすごいですね。そのぐらいこだわる人。
でもやっぱ商品盆栽はこだわりがないと、うん、やっぱ繊細さが求められてるから、ね、こだわんないと作れないですもんね。そうだよね。うん。ゴミがあっても拾えば使えますね、この木も面白い。うん、そうですね。枝ぶりがそれぞれ違うのね。うん。これは展示に使えますね。カリン。カリン芽吹いてますね。動いてきてますね。都カリン。